今手元にあるスパイクをご紹介していこうと思います。レビューしたスパイクは基本的に売ってるんですけど、気に入ったものとか試合で履こうって思ったものとかね、後で高く売れそうっていうものは手元に置いてるんで見てみてください。まずは前編で歴が長いものからご紹介してます。さらっと見ていくんですけど、まずはねモレリア2、購入から4年経ってて、もうモレリア2はね廃盤になってモレリア2ジャパンになってます。4年前からって考えたら結構綺麗ですし、めっちゃ愛着あるんで一応ね置いてます。で袋でわからんやんけって話なんですけど、モレリア2ジャパンの白です。こちらも4年目に差し掛かるモレリア2ジャパンのクロスステッチで、これね天然芝で試合した次の日に動画撮ってるんですけど、めっちゃ手入れしてきてますし、天然比較ってこんな綺麗な状態で保てるんやなってね実感してます。インソールのこの文字はねさすがに消えてきてしまってますし、革はねもうふにゃふにゃです。めっちゃふにゃふにゃなんですけど、クロスステッチはやっぱり革の伸びをね抑制してくれてると思います。モレリアネオ3ベータージャパンのシルバーで、これ1000足か1500足か忘れたんですけど限定で、いまだにね全体の中でもかっこいいランキングめっちゃ上位です。もうこれサイズが 0.5 ぐらいでかいんじゃないかっていうぐらいなんで、アクティバイタルとか履いてもブカブカなんですよね。そこがめっちゃ残念なんですよね。ナイキのファントム GT2 なんですけど、モリスポっていうサッカーショップのねインスタグラムの投稿キャンペーンでまさかの当選したんですよ。ファントム GT も GT2 もねこのグリップめっちゃ良くて感動しました。ただ今振り返るとデザインはあんまかっこよくないなというふうに思いますね。でこちらも購入から2年のマーキュリアルベイパー14のエリート AG モデルです。モレリアの次に試合とかねインスタ用の動画とかでも履いてるかもしれないですね。ベイパーは細長ではありますけど履き心地ねめっちゃ好きなんで、これからもね履いていこうと思ってます。ポイントもまだまだいけそうですけど、メルカリとかでも全然出てないんで、新品とかね出た時には買っといた方がいいかもしれないですね。インスタももうすぐ2万人なんで、ぜひねフォローお願いします。モレリアのフットサルシューズもめっちゃ履いてる割に綺麗ランキング上位で、結構ね僕これ誇りにしてるんですよね。手入れしてたらこんだけ持つんやって綺麗な状態で。足裏は終わってるんですけど、みんなに綺麗って言われますし、もうねめっちゃ滑ってちょっと危ないかなって思うシーンもあるんですけど、愛着があってねこれもまだ履いてます。やっぱこう大事に丁寧にいいものを履いてるっていう感じがね最近めっちゃ好きです。でモレリアネオ3の赤ですね、限定カラー、こちら3000足です。僕はネオ3そんなに好きじゃないんで、これはまあ売る用に置いてるって感じですね。見た目はめっちゃ好きなんですけど、履き心地がね僕は2ジャパン派ではあるんで、なんかネオ3は最初から試合で履きたいとかもねそんな思わないんですよ。インソールもめっちゃ綺麗ですよね。で前編の最後がモナルシーダネオ2プロですね。これ僕サッカーレッスンとかで土のグラウンドで履いてるんですよ。これ2代目なんですけど、
モナルシーダネオ2プロはね、値段の割にクオリティ結構高いと思うんで、これからも土で履いていこうと思ってます。こんな感じでね、また後半も紹介していくんで、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。